このビデオチュートリアルでは、ロイヤルアフィリエイト、アドミンシステムのインストール方法について説明をします。で、このロイヤルアフィリエイト、アドミンシステムというのは、レンタルするメンバーさん、あなたがロイヤルアフィリエイトのシステムを貸し出すメンバーさんを管理するためのシステムです。まずはこちらからインストールしておく必要があります。ではインストール方法を説明します。まずですね、ダウンロードしていただきましたシステムですね、回答すると RA アドミンというフォルダーが出てくると思います。ちょっとこのビデオでは別のシステムのですね、ファイルも入ってますが、こちらはですね、気にしないでください。RA テストというのと、ロイヤルアフィリエイトというフォルダーがありますが、これはですね、また別のビデオチュートリアルの時に説明します。今回説明するのは、こちらの RA アドミンですね。まずは、ロイヤルアフィリエイト、アドミンシステムのスクリプトをダウンロードして、圧縮ファイルを回答してください。RA アドミンというフォルダーが出てきます。では、この中を開きます。はい。そうするとですね、コンフィグというフォルダーが出てきますので、このフォルダーを開いて、設定ファイルを編集します。はい。で、まずですね、このインストールをですね、する前に、このロイヤルアフィリエイトアドミンシステムは、MySQL データベースで動作するようになってますので、まずはデータベースを作成しておいてください。では、インストールに必要な設定ファイルの編集方法について説明します。このですね、config というフォルダの中ですね、もう一度初めから説明しますね。ra admin というフォルダの中の config というフォルダがあります。このフォルダをダブルクリックして開きます。この中にですね、index.php というファイルが入っています。このファイルをテキストエディターで開いてください。はい。それではですね、上から順番に説明をしていきます。まず、パスワードですね。これはですね、アドミンエリアにログインするためのパスワードです。お好きな文字を記入してください。それから、8行目から11行目まで。これはデータベースに関する設定です。まず、8行目の MySQL ホストネームと書かれているところですね。はい。で、設定する項目は全て共通なんですが、イコールの右側のダブルクォーテーションの中です。はい。で、よく間違えてしまう、ミスをしてしまうのが、このようにコピーペーストするときにスペースを入れてしまう場合があります。こうするとシステムが正常に動作しないので注意をしてください。はい。ではまずホスト名ですね。データベースのホスト名は一般的にはローカルホストです。レンタルサーバーによっては違う場合がありますので、そうした場合にはそちらの指示に従って書き換えてください。で、その下に行きます。こちらはデータベースのユーザー名を記入してください。さらにその下ですね。こちらは MySQL のデータベースパスワードを記入します。さらにその下に行きます。こちらは MySQL データベース名を記入してください。それから14行目から18行目まで MySQL データベーステーブルというのがあります。わからない場合はこのままにしていただいて問題ありませんので、このまま飛ばしてください。はい、次が管理者メールアドレスというのがあります。こちらはあなたのメールアドレスですね。あなたのメールアドレスを記入してください。はい、それから次ですね、インストール URL というのがあります。このビデオの例では、サブドメインとさらにサブフォルダも作ってそこにインストールしてますけれども、必ずこのようにしなければいけないというわけではありませんので、あなたのインストールしたい場所にインストールしてください。例えば、このロイヤルアフィリエイトのシステムをレンタルするための専用のドメインを取ったときには、おそらくですね、例えばですけども、
適当にドメインは今書いてしまいましたが、例えばあなたが AFFsys.com というドメインを専用で取ったとします。でこのアドミンシステム、これはですねメンバー登録を管理するシステムなので、例えば、はい、レジストレーション、まあ、レジスト regist.affsys.com、 ここにインストールしたよという場合にはこのように設定をしてください。でこうした場合には事前にですね、あなたの取得したドメインに対してサブドメインを作っておく必要がありますので、必ずサブドメインを作っておいてください。必ずこのようにサブドメインにインストールしなければいけないというわけではありませんので、 あなたのやりやすい方法でインストールをしてください。もちろんサブフォルダでインストールしても大丈夫です。サブフォルダでインストールする場合にはこんな風になると思います。はい、注意事項としては一番右側のところですね、ここにスラッシュを入れないように注意してください。はい、ではちょっと元に戻します。はい、このようにして URL を正確に記入してください。次がサイト名ですね。はい、それから次に行きます。商品名またはサービス名、ここはですねペーパル決済で使用される名称なので、その名称、サービスの名称を記入してください。それから商品 ID ですね、ここは文字列または数字などですね、こちらもペーパルの決済で使用されるものなので、お好きな ID を記入してください。はい、それから販売価格ですね、これは今100と入ってます。これは100円ですね。はい、まあ、100円で販売されることはないと思いますけれども、このビデオの例では100になってます。この例の場合ですと毎月100円でレンタルをしますと、そういうことになります。はい、では次に行きます。 PayPal アカウントですね、あなたの取得している PayPal アカウントの PayPalメールアドレスを記入してください。はい、さらにその次ですね、PayPal で発行された ID トークンを記入します。はい、こちらはですね、ちょっと記入の仕方、まあ、取得の仕方がわからない方もいらっしゃると思いますので説明をします。もうすでにご存知の方は、ここの説明はちょっと飛ばしていただいて構いません。はい、ではちょっと説明します。はい、PayPal の画面にログインしていただきまして、個人設定をクリックしてください。はい、個人設定の中のこの左のメニューのですね、販売ツールをクリックします。そうすると右側の画面がこのように切り替わりますので、この中のオンライン販売というグループの中のウェブサイトの設定というのがあります。この一番右側に更新ボタンがありますので、ここをクリックします。そうすると更新画面が開きますので、ここから取得していきます。初めて設定する方はですね、このビデオの説明通りに進めてください。まず一番上の自動復帰がオフになっている時にはオンに切り替えてください。次に復帰 URL ですね。はい、すでに何らかのサードパーティーのシステムをインストールしてURL が入っている場合にはそのままで構いません。もし空白の場合には、あなたのサイトのアドレスとか、ブログのアドレスとか、このアドレスは何でも構いません。ロイヤルアフィリエイトのシステムに限っては、ここの設定と直接関係することはないので適当に記入してください。次がですね、こちらですね、下の方に行きます。ちょうどページの真ん中あたりです。支払いデータ転送（括弧オプション）というのがあります。ここがですね、オフになっていたらオンに切り替えてください。はい。その上でですね、この ID トークンというところが表示されてますので、こちらをコピーしてください。まあ、コピーする前にですね、この設定を更新しなければいけませんので、保存ボタンを押しておく
必ず設定を更新してください。で、更新した上でですね、ID トークンをコピーします。このコピーするときにも、右端と左端に余分なスペースが入らないように注意してください。まあ、もしコピーして入ってしまった場合にも、まあ、こんな風になっていたら、後からこういう風に詰めていただければ大丈夫です。はい。最後にインストールするドメインですね。ドメイン名を記入してください。はい。あ、ごめんなさい。これはちょっと間違いです。はい。次がですね、メンバー登録用のパスワードですね。これは、このメンバーさんですね、PayPal の決済が完了した後、メンバー登録というか、ユーザー登録の画面があります。で、そのユーザー登録するときに、パスワードが自動発行されます。で、もしですね、何らか決済のトラブルとかで、もし、あなたが手動でメンバー登録をする必要がある場合には、この共通のマスターパスワードを使って登録するようにしてください。はい。ここまでですね。はい。まあ、そのためのパスワードですので、お好きな文字を記入してください。はい。で、ここまで記入したら保存ボタンを押します。はい。そうしましたら、この RA Admin というフォルダの中に入っているすべてのフォルダとファイルを FTP ソフトを使ってアップロードしてください。アップロードする場所を間違えないように注意してください。場所というのは、事前に決めてあると思います。システムをインストールする URL ですね。これで、サブドメインの中にインストールするのか、ごめんなさい、サブドメイン。この中にインストールするのか、それともサブフォルダを作ってインストールするのか、それによってアップロードする場所が変わると思いますので、間違えないように注意してください。はい。で、アップロードが完了するとこんな風になっています。はい、こちらにアップロードされています。それではですね、アップロードが完了しましたら、まずパーミッションコードを変更します。RA、アップロードしたフォルダの中ですね、システムをアップロードしたフォルダの中の LockPHP というパーミッションコードを変更します。はい。これをですね、606にしてください。で、OK ボタンを押します。同じファイルがもう一つあります。admin、admin というフォルダの中ですね。はい。この中の lock というファイルを探してください。lock.php です。右クリック属性変更。はい。これで606ですね。はい。ここまでですね。はい。おさらいしますと、RA Admin というフォルダの中、この中にたくさんのフォルダとファイルが入っています。このすべてのフォルダとファイルを所定の場所にアップロードします。アップロードしたら、LockPHP をパーミッションコードを606に変更すると。で、Admin のフォルダの中のパーミッションコードも606に変更します。ここまでで、インストールに必要な設定とファイルのアップロード、それからパーミッションコードの変更が完了しました。あとはインストールするだけですので、まだこの FTP ソフトはこのまま閉じないで、このままにしておいてください。ブラウザを起動したらですね、インストールする予定になっている URL を開いてください。このビデオの例では、php.brainerstest.com/raadmin/ となっています。で、スラッシュの右側にですね、カーソルを置いていただいて、ですね、インストール install.php と記入して移動ボタンを押してください。はい、システムのインストールが完了しましたと出てきます。で、最後にですね、サーバーからインストール php というファイルを削除します。この時にもう一度 FTP ソフトが必要なので、はい。閉じないで置いてあると思いますので、開きます。
はい、この中にありますね。インストール PHP ですね。install.php。このファイルを削除します。ファイルのところにカーソルを当てて右クリックすればですね、メニュー、コンテキストメニューが出てきますので、削除します。はい。で、はいですね。はい、これで完了です。ではですね、ちょっとアドミンエリアにログインをしてみます。スラッシュ admin スラッシュと打ち込んで移動してください。ログインはこちらからというリンクをクリックします。こちらがログイン画面になってますので、ここでですね、パスワードを記入します。パスワードというのは、インストールの時に設定した5行目のところですね。はい、ここで記入しているはずですので、このパスワードを記入してください。はい、そしてログインボタンを押します。はい、以上ですね。以上でロイヤルアフィリエイトアドミンシステムのインストール方法のビデオを終了します。ありがとうございました。